国から来たアダム・スミスさん、48歳。ふるさとは日本からおよそ9400キロ離れたイギリス中部の町ラグビー。大工になりたかった少年は日本で、なぜか長野県の山奥、標高600メートルにある何合に住んでいました。まあこれね、田舎暮らしの大事な仕事ですね。2週間でガッと毎日やって、もう1年の燃料を作ります。3月に入るともう今年の冬支度。軽々投げるね、やっぱりあれを。手伝うのは長男の力さん。この山里で家族4人、動物と一緒に暮らしています。それがほら、かわいい。これは白ブ。白ブ。動物の世話は長女セイラさんの担当。ゲストハウス、宿屋の主人です。Japanese kotatsu here. You familiar with these? Little heated tables? It's not on at the minute. Switch it on. You've got to get me to. There's a lovely toasty warm in there. You can stick yourself in and just get sucked in and fall asleep. They like slowly suck you in up to your neck. さんが見つけた日本の魅力。よくここに来るね、外国人。はい、こんにちは。山田に来ると喜ぶ。カモが選ぶだね。はい。はい。じゃね。韓国が3です。クリードが。したってから。すごくいいと思いますね。やっぱりね、ね、このね、ばあちゃんみたいに自分で買い物出ないだったら家の前に、すごくね、客さんがすごく大事にしてますね。そうだよね、これこそ今の商売だよね。なぜアダムさんは日本に住み続けるのか、それを知ればもっと日本の魅力がわかるはず。はい、日本のいいポイントはこれです。ラグビーで大体あるね、切り込み。そうですよね、これ大きいですよね。いいですよ、ないからね。わかる。ハラスカって本当だよね。韓国はないないの多いですよね。日本はすごいな、パッケージ。日本の言われてみれば再発見、アダム・スミスさんの私が日本に住む理由とは。僕が住んでる集落です。いやー、なんでここに住んでるんだろう。本当に昔話みたいな。かわいい。何合いというところにお住まいなんですね。どんなところですか、あそこは。まあ、住むのはすごくいい。僕が大好きなのは雲海。雲海は特に秋が綺麗ですよ。その何合から見られる雲海、はい、こんな感じです、うん、うわ、すごい。まあ自分の国イギリスはそういう高い山は全然ないから、感動しました。雲の上に住んでるという気持ちが。あ、そうですか。ではアダムさんがなぜ日本に来て長野県の何合でゲストハウスを営んでいらっしゃるのか、その反省を紐解いてみたいと思います。
1971年イギリス中部のラグビー市で生まれました、はい、ご出身の町ラグビーはこんなところです。お、うん、素敵なところですね。お城ですか？学校です。学校、はい、ひゃースポーツのラグビーが発祥だから発祥です。あ、そうなんですね、はい、ラグビーどんな町でしたか？ちょっと覚えてないです。4歳ぐらいでもうカナダに引っ越しました。あ、そうなんですね、はい、カナダに引っ越した頃のアダムさんのお写真がございます、はい、こちらです。当時5歳。うん、弟さん？マッシュ。あ、そうです、マッシュ、はい、ご兄弟は2人ですか？あ、4人です。4人。この上にお兄さんと一番下の妹を思います、はい、カナダにお引っ越しされたのはご両親の仕事の関係だったんですか？1975年ぐらいですね、の時代、イギリスの生活結構大変だった、うん、厳しい、景気が悪くなかった、ね、そうです。両親は両方勤めたけど、まあ、それで、家賃と電気代とかも全部消えてるね、お金がなかなか、まあ、生活が厳しい。15年のイギリスはオイルショックのダメージを受け、不況の中物価が高騰、失業者が増加。それでお父さんがなんか新聞を見て、カナダに暮らして行ってみないというなんか記事が載っていた。まあ、父さんはメカニック、車の修理する人、はい、イギリスの芸術がすごく高い、うん、だからカナダはそういう人たちが結構欲しい方、はい、やっぱり両親はそういう、ね、新しい生活、カナダはちょっと明るいイメージで、あの子供たちにもうちょっと明るい生活したかった。古い文化で天気も悪くて景気も悪かったらね。そうです。そう、行きたくなっちゃったのかな、カナダね。カナダは結構明るいイメージだったね、うん、カナダの生活はいかがでしたか？天気もいいし、僕はもう毎日外で遊ぶ子、はい、物作るのは大好き、はい、例えばツリーハウスとか、はい、昔ね、タイヤのチューブが入ってたね、はい、そのチューブをもらって、それで板で船みたいに作った、うん、で川で遊んで、はい、楽しかったです、はい、そうですか。じゃあそこからずっとカナダにお住まいだった？14歳まで。おう、そう、14歳にちょっと、まあ、ちょっと悲しいな、暗い状態になったね。両親が離婚しました。うん、イギリスに戻りました。はい、イギリスに戻られてからはどなたと暮らしたんですか？僕と兄さんはお母さんと一緒で、弟と妹はお父さんと一緒。そう、大変な思い出な、それは。うん、楽しいな、カナダから来る、なんか、ま、家族が別れたイギリス。なるほどね、それは寂しい思いしましたね、その時は。その後高校を卒業したアダムさんは、うん、1988年17歳でイギリスの大工の専門学校に入学します。その頃の写真がこちらです。お、すでにガッチリしてます ね。イギリスの専門学校行かれたんですね。はい、現場で、大工の仕事をやりました。うーん、まあ、弟子みたいな。あ、なるほどね。あ、もう学生で専門学校行きながら弟子やって、そういうで働いてお金ももらえる。大工と一緒に働いた時に大工さんからちょっとお小遣いみたいにももらった。なるほど。で、そのお金はその時どうされたんですか？親が別れてたね、うん、それであの時お母さんはまた違うところに行きたい、お母さんが引っ越しました、うん、僕とお兄さんはそのまま家にいました、うん、借りてるお家、はい、だから兄さんはバイトして、で、二人で合わせて、なんとなく家賃払ったり、電気代とか食材、まあ、全然お金なくて、もう、物の暮らし、大変だったね。頑張りましたね。それで、卒業後には、大工さんになられた？バブルがもう爆発して、それで仕事がない。あら、タイミング悪い。非常に悪い。うん、もう楽しみにしてた。やっぱりもうプロになったら大工の給料がもらってお金がある。もう仕事がない、うん、アダムさんがカナダに移住後、
イギリスはサッチャー首相の政策で景気回復。しかし専門学校を卒業する頃にはポンド危機で再び不況に。それでどうしました？話で、知り合いの話で、陶芸の窯のところで誰か欲しい、土の運んだり、うん、窯詰め、窯出しとか、そういう仕事を続くつもりは なかったですね。なるほど、うん、その後、22歳になったアダムさんの前に運命の人が現れます、はい、その方がこちら。となると、奥様ですかね。そうです、うちの妻、陽子。陽子です。はい、アダムさん、野球やってたんですか？野球やりました、はい。そう、多分元々カナダの影響で、カナダでちょっと野球やりました、子供の時。野球チームのメンバーだった日本人留学生の紹介で陽子さんと知り合いました。これまで不運続きだった人生の中で最高に幸せな出会いでした。しかしそんなアダムさんにまたまた試練の時が。超えた陽子さんが日本に帰国することになってしまいます。どうしました？日本に行くということは全然考えたことない、うん、でも、うーん、僕は日本行っていい？って言って、うん、って言ったら、じゃあ僕はプロポーズしましたので、じゃあ結婚しましょうっていうことね。すごいいい話みたいだけどさ、もう親とか全然関係なくなっちゃうから、まあ、自分たちの情熱でね、ボンと結婚して急転直下とはこのことですよ。今まで日本なんて考えたことなかったでしょ？考えたことないですね、はい。で、多分世界地図見たらちょっと、日本どこかなと思って、っていうことかもしれないね。ですよね。そこに行けるってすごいですね。でもやっぱり好きな人がいるから、はい、もう一緒にいたいから、うん、そして1995年3月、アダムさんは23歳で初来日。成田に着いたその足で相模原にある陽子さんの実家に挨拶に行きます。挨拶に行ってどうしましたか？陽子のお母さんはびっくりしました、うん、お付き合いしてたことは知ってた？知ってたけど、その日で来るということはもう知らなくて、うん、びっくりしましたので家には入れてもらわなかったちょっとびっくりしすぎたんだね。そうですよ、確かにね、1年間たった1年間留学してた娘が帰ってきてね、ガーディさん結婚まで連れてきたからそれびっくりしますよ。そう、ね、留学に出してたんですもんね。だって別に結婚相手探しに行かせてたわけじゃないから1年ですごいですね。そうだ、その辺のことどう整理していくかわからないよねちなみにアダムさんが初来日した1995年3月には痛ましい事件がありました、はい、地下鉄サリン事件です。はい、大きなニュースだったね、まあ、イギリスでも毎日ニュース怖いけどでもまあ行きます、うん、結婚の許しを得られないままアダムさんは陽子さんの知人の紹介で愛知県にある石材店で働きます。初めての日本での暮らしっていうのは大変だったじゃないですか。イギリス人で紅茶が大好き、紅茶が飲みたかった、はい、コンビニに行ってミルクを買って紅茶を作ったら入れたら飲むよるとどのぐらいショックが分かるミルクが可愛いことできないこれで、まあ、日本は無理な、日本住められない僕はミルクを買わない彼ショック、ショックショックで、まあ、同じような紙パックに入ってたりしますからね、分かんない、俺と思って、確かにね。そんな時、アダムさんに結婚の許しを得る千載一遇のチャンスが訪れます。お母さんは、引っ越し決まってた、うん、で僕はその引っ越しをお手伝い、うん、物を運んだり、それで家を、まあ、ちょっと直すとこも直したり、やっぱりそういう、あ、この人は一生懸命やってるということがなんか分かってくれたみたいで、それで OK ロガウンいただきました。お母さんの許しを得たアダムさんなんですが、はい、来日から1ヶ月後に無事結婚します、うん、はい、その時のお写真がこちらです。
感じじゃないですか。若かった。ね、真面目そう。ね、ほっとした表情にも見えますよね。はい。ね。順調に結婚生活をスタートさせたアダムさん。しかし、わずか3ヶ月後、仕事中に熱中症になってしまい、石材店を辞めることに。それで、でもどうしました、その後。イギリス人に会って、あの人が英語を教えればいい。うん、教えたことない。うん、先生じゃない、無理だよ。いやいやいや、イギリスで生まれたから大丈夫。英語を教えればいい。まあ英語というのは英会話ね、英会話、まあ人と話す、それできるでしょ。まあ、うん、で仕事を調べ探したらすぐ見つけた。英会話教室で教えていたアダムさんは1年後独立して自宅で英語教室を始めます。その時のお写真がこちらです。ホームパーティーじゃないですか。これご自宅ですか。生徒さんのうち、はい、出張で教えました。ケーキは？これ僕の誕生日、ええ、で、なんか急に、長野県何愛。じゃあこれは僕の好きな店です。こちら、はい、何愛おやきセンター。ここのおやきはすごく美味しいです。あ、来た、おやき、はい、こんにちは。食べてもないですか。ないです。野沢菜一つ、はい、お願いします。そう、美味しいですよね、やっぱね。うん、美味しい美味しい。何愛のおやきは笹で包んで蒸すのが特徴。へえ、へえ、美味しそう。あ、美味しそう。いいですね、美味しいですよね、おやきね。美味しい。ね、そういえばイギリスの方って自分の国の料理まずいって認識してる方多いですよね。昔はまずいと思います。昔まずかったよね。うん、なんでですかね、あれ。もともとそんなに美味しくない、シンプルな料理、うん、戦争でみんな働いた、うん、だからお母さんは家で料理はできない、もう外で勤めてるから。だから物を買って家に持って帰って温める、料理作るという文化が特に なくなった。お母さんが娘に教えるとか、そういうもう続いてない。ああ、ここが上に何屋の中心です。標高は600ぐらいかな。ここは何屋の小学校です。全校で60人ぐらいいるかな。でも結構いる方じゃない？ね。ここは小学校と中学のグラウンド。初めての運動会の大きな思いで、だからリレーで走ってこの白い粉で雨すらすということで、ね、もう。思い切り顔入れて雨探して真っ白の顔であって、お、不思議なこれは。イギリスにそういうのないんですか。日本みたいな運動会はないな、はい、日本の運動会は割と楽しくやるんですね、はい、そうですね。スポーツやってなくても楽しくできる、はい、誰でも、うん、それが素晴らしいね、はい、うん。うちの看板です。あと 1.2 キロでもそこ行く前にちょっと見せたいものあります。はい、どうぞ。これ素晴らしいでしょう。わ、北アルプスは日本の、素晴らしいところです。この景色大好きです。僕が住んでる集落です。何軒ぐらいあるんですか。もっともっと7軒でも今3軒しか住んでないです。ツーリングとかでね、こういうとこ通りかかるとね、なんでここに住んでるんだろうと思うんですよ。本当に本当に昔話みたい。面白いな。
ちのブーちゃんたち、ブーちゃんたち、ブーブーブー、大きい、白ブーと黒ブーって名前。まるまるとしてますね。まあペットですね。ペットなの？食用ではない。ないんだ、よかったね。うん。着きました、うちです。いろんな鳴き声が。いいですね。わ、はい、お疲れ様でした。アダムさんち、ようこそです。僕は手作りが好きで、いろんな、まあ、全部そういうデッキとか、あの手作りで、こういうウォーズカーヴィングとかね、こういう、ね、猫、猫の頭は。こちらフラッフィーです。Japanese kotatsu here. You familiar with these? Little heated tables? It's not on at the minute. Switch it on. いぶかしげに見てるみんな。It's lovely, toasty, warm in there. You can stick yourself in and you just get sucked in and fall asleep. They like slowly suck you in, like, up to your neck. Riki さんもお客のお相手。First time in Japan? Yes. So he wants to know why you chose Nagano. I did choose, it's close, nice and close to Hibiba. All right. And, why are you looking forward in Japan the most? Snow. Food. Yeah. The food. Mainly the food. Yeah, not the food. Ramadan. Ah, ramen. Snow today, so it should be great tomorrow. Yeah, all time to snow. Don't worry about it. Yeah. アダムさんは自宅へ。うちの畑で育ったものですね。まあ、この時期もあんまりないけど、ビーツ。うん、宿で出す料理はアダムさんが担当。作るのはイギリスの家庭料理。ビーツ。玉ねぎ、人参、全部甘いですね。塩のみで味付けした野菜を圧力釜で茹で、どうするの？ミキサーにかけて作るスープ。で、スープがスムーズな感じ。素材の味を生かしたビーツのスープです。うわー、すごいね、トロトロ。色がすごい、ヘルシー。色がすごい。ちょっと味の想像がつかないですね。つかないですね。アダムさん自慢のメイン料理は、全部ベジタリアン料理ですね。え、お肉の、肉の香りにソースを入れて、しっかりハンバーグですね。見た目はもうお肉ですよね。ソルガムは食物繊維とミネラルが豊富な穀物。グルテンフリーで肉の代用食材として注目されています。血で育ってるソルガム。挟むパンもアダムさんが生地から作りました。美味しそう。ゲストハウスの宿飯、出来上がりです。ソルガムバーガーは肉を一切使っていないため、ベジタリアンの外国人に大好評。野菜はなるべく自分の畑で採れたものを使用。でもオーストラリアからのお客様はラーメンを食べに外出ということで、番組 AD、 中国出身のハクが自慢のイギリス料理をいただきます。よかったね。ソルガムバーガーいただきます。はい、どうぞ食べてください。いただきます。食リポ、いきなり。もうほんまそこに、うん、すごいヘルシーな。ヘルシー、ヘルシーですよ。うん、ヘルシーです。ちょっと味
味の想像がつかないビーツのスープ。うん、ビーツのスープ。うん、スイーツみたいですね。そうなんだ。デザートかな。へえ。思ってもいいよね。美味しいです。うん、でも色もすごい。赤でなんか女性に人気だなと思いますけど。でも信州の山里でイギリス料理ね、いいじゃないですか。だから僕の目にはちょっとおむすびと味噌汁のイギリス版みたいなね、そうですね、そんな感じがしますけどね。これお料理どこで覚えたんですか。自分で覚えたんですね、独学。はい。あ、本当に。やっぱりイギリスのものために食べたい、うん、でやっぱり妻は作ってくれないから、じゃあ自分で作らないといけない、メニューもいっぱいある。いろいろあります。あ、本当ですか。はい。宿ではこんな料理がメニューになっています。こちらです。コテージパイ。美味しい。根菜野菜を煮たものにマッシュポテトで蓋を。